飛ぶシュマリじゃないみたい。また釣るだけか。また釣るだけ。形も大事だけどさ、ちょっとまず投げれるようになる。まずは己のギアを知るところから。そうだ、暑い。今日は君はどうしても釣らなきゃいけない。釣りたいよ。おすごい、わかった、わかったよ。楽しくなっちゃった。おっしゃ、よっしゃ、イエス、イエス、イエス、フィッシュ。すごい、イエイ。何日ぶりだろう。いや、何年ぶりだろう。どっちもじゃなくて、シュル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 って出ていくんだね。さあ、これを感激しろよ。タレントとしてさ、もう少しこう力を発揮しないとダメなんじゃねえの。何でしたっけ。葉っぱなのか魚なのかわからない。魚でしたもう帰る準備ですか。怒りますよ。はい、つぶあんどういう顔してるよ。帰らないよ。当たりますよ。当たってますよ。かからないんですよ。ねえ、自殺技を出しますか。まだこのタックルのポテンシャルに期待したい。ねえ、はい。あ、でもダメなのはダメ。ダメ。相手が。これが短いから。だからなんかここでぐにゃ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 私こねたりしちゃう。だからやっぱりここはつけなきゃいけないんですね。うん、言ってた通り。ちょっと今バシャンって向こうでやるからあっちまで飛んだかと思った。なかなか面白くできるんだけど。どうもすいません。1人ぐらい釣れてんじゃない。1人ぐらい釣れてるかな。もう帰ってるもんね。だってなんかここからポチと拾ってくのがここの釣りなんだから。そうっすね。違いはないんだよ。え、そうなの。ないよ。ここ水冷たい。水冷たいよね。本当だって雨降ったから冷たくなるんじゃない。ね、ただ午後あれだけ晴れたから海面の温度は温まってるんじゃないですか。となると表層に集まりやすくなるんですか。分かんない。冷たいとこよりも暖かい方が活性が高まるんじゃないですか。でも釣ったのそこなんですよ。なんちゅうこっちゃ。天の弱だな。上
ながらさっき外したのは中層よりちょっと切ってくる。私ずっと中層ですけど。うん、中層でいいと思う。どっちつかず。優柔不断なお前にちょうどいいよ。つく。今それは優柔不断じゃない方でしたか？優柔不断な方でしたか？優柔不断じゃない方。低い方。マジか、やっぱ低いんだ。変だった。当たりでしょ。スマホをブーって。なんですか？せっかくのチタンチックの。ある程度しながら振ってて。嘘でしょ？ちきしょう。しかもいい食い方してるのに、なんで私ピッキングできないんだろう。汗が遅い。いや、そのいい食い方っていうのは、はい、スタンティップとこのソリッドではいい食い方がちょっと違うかもしれない。あー、私がソリッドの感覚で言ってる可能性があるということ？うん、だからチタンだと結構感度がいいから小さいかもしれない。あー、なるほど。結構しっかりグッとこう来る感じなんですよ。クタっていうよ。そういうあたりが3回ぐらい。けど、トンネルできない。あ、けど。これはいかん。かけてください。うん、かけるよ。あ、ダメだこりゃ。何ボスだよ。あ、でもどなたかが坊主だったけど、私2匹釣りましたけれども。あ、どうした。おー。あ、これ違う、タチアジ。せた。ピュードケン。マリさ、マイケルさん坊主の時そんないやらしいことしてないけど。あ、こういうところに人間性っていうのが出ますね。あれ、なんかできなくなっちゃった。サイズ飛んだよ。え、もっと飛ばせ。普通だったらね。泣くぜ、ステラが。うかつく。まあ慣れってのもあるけど、どうやって釣っていいか分かんないとなりました。でも当たり拾えるだけ面白いじゃん。面白い。力んでるの分からない。力んでる。当たりがあった、当たりがあったって言ってた頃とキャスティング変わってきてる。投げ方がダメな方に。ダメな方に。正しいを気をつけて、あんまり短いとダメだよ。うん。角度気をつけてよ、あの竿の。結構飛んでたじゃん。え、結構飛んでたじゃん。うん、難しいな。そんなに器用ほどでもないですけどね。結構飛んでんじゃね。飛んでない。あ、そうですか。あのビヨビヨの真ん中ぐらいまで十分じゃねえの。あ、そうなの。マリさん、釣れますよ。頑張ります。面白いね、マミアジって。今のは何でした？気のせい。確かにこうね、試合でバーバーバーっとさ、でかいの釣れるのあれあれで面白いけど、この
厳しいこう神経がズタズタになるよな。アジングって面白くね。そういうのもうさ、なんでさ、仕事で疲れて帰ってきてこんな遊びまで疲れなきゃいけないのかが分かんなくなってきた。すっげー神経使うよねこれ。ここのアジングはすっげー神経使うんだよ。今のはね、なんでダメだったかというと、うん、〇さんじゃなかったから。〇さんならかかるの？合わせ方が〇さんじゃなかったから。びっくり合わせだったから今の。びっくり合わせと〇さん合わせの違いがよくわからない。オフコースじゃん。オフコース。お、あのダメだった。なんかダメだ。あれ飛んでたの。むっちゃ飛んでるじゃん。むっちゃ飛んでんじゃん。おお。すごい。今ね、あのそこまで落とそうとしてたんですよ。その途中？これはアジですね。わお。あ、しかもちょっと大きくなった。いや。いや、なんで釣れないんでしょうかね。ムカつく。まあでも確実に飛ぶようになってきた。もう今日はいいか、飛ぶだけで。どうやって合わせてんの？あの日あの時あ…あれ何の歌だったっけ。東京ラブストーリー。いや、あのこれラブストーリーは突然に。今ので合ってた？合ってる。めっちゃ見てたから。小学校6年生か中学1年生か忘れたけど。あ、じゃああのシングル CD 知ってるんだ。知ってる。これ？そう。じゃああれじゃん。もうあれじゃん、イメージできてるじゃん。こうやればいいんですか？つま先立ちだよ。つま先立ちですよ。おー、やった。やりました。あれ抜けてしまったよ。おめでとう。あ、すごいいいドラグ音だった。そう、それがいいんだよね、島根は。おー、行ってんじゃんねえ。ああ、だいたいあの辺に飛ぶようになりました。うん、もう今日はこの竿が触れるようになっただけでいいや。まあそれは一つの目標だよね。はい。まず慣れなきゃいけないからね。うん。ちょっと癖持ってるからそれ。ね、それをこう自分の身になると、俺はもう出番がなくなるわけさ。何寂しいこと言っちゃってんの？何寂しいこと言っちゃってんの？あ、まあ、マリコさんつってる。もうずるいとか。うん、キモい。エビ反りしてるんだけど、私のワーム。あの日、あの時、あの場所。ここあのジャイアンのステージじゃないんで。ソルとそうなるんでしょ？え？ソリでしょ？こういうこと。ワームも反ってた。ワームも反ってた。あ、見せればよかったね。今度左曲がるようになりましたね。どうしますか一体。左も射程範囲にしました。うん、右だけじゃちょっと。はい。ジグヘッドの重さ変えてみようかな。変えない方がいい？いや、投げれるようになったと思うんだったら変えていいと思うよ。また分かんなくなっちゃうかな。うん、ちょっとこれで練習しようかな。うん。釣ること考えずにちょっと練習しよう。そこ気をつけてよ。はい。あのボンボンが浮いてるから。はい。
向こうまで持ってこうと思ったんですが途中で外れてしまいました。よくここで釣ったね。ちょっと気分転換に違う場所でやろうって思ったの。釣れましたよ。よかった。分かったあたり。うん、分かった。おお、どうしますか。鱗漬けしちゃいますよ、ステラさん。チュかわいい。お豆さんでできました。ついでにサーモンやっちゃえ。チュマリコさんは。チュ人知れず釣っておりました。イエイイエーイ。あー嬉しい。あー、よかった。